33からヒッチハイクで帰ろ。まるでそんな感じだね。で、重曹まで行きゃ半球ぐらいは動いてんじゃないの。御堂筋、阪急と御堂筋ぐらいは乗れんじゃない。だから難波から歩いて帰る感じじゃない。このクソこのまんまなんかさっき売れ行きばっかりでボケがやるしね。お前左行けよ。平野まで帰ってもいいけどね。JR 鹿島から JR 平野まで帰ってもいいけど。ちゅんちゃんさん、平野も23時56分で行ける。あ、マジで？その平野の23時56分ってどういうルート？天王寺ルート？御堂筋で天王寺って天王寺から平野って感じ。しゅんちゃんさん、大阪新今宮平野。大阪新今宮平野。ああ、そういうことね。え、大阪新今宮平野。終わったら
帰ってきて、サクッと寝て、で水曜日チラシ巻きに行って、で次木曜日どうかなって。バンブーさん、明日何もないんでしょ。しゅんちゃんさん、アミスタに出張報告しなきゃ。明日5時起きなんだけど、
こと言い忙しい日だな。なんかね、あの、誰だっけ、ゼロワンのとこにいたブーちゃんみたいな、あんなキャラの子がいたいのね。あれだったらまだ可愛げあるじゃない。あれなんだろうな、数字を取ったんだろうな。すごいな。やっぱみんな逆を行くよね。逆を行くよね。
故渋滞しないと木曽川越えた。